両チーム選手が入場してきます。立ち上がりの10分はご覧になっていていかがですか、印象として。そうですね、まあ、お互いにやっぱりボールには、ね、厳しくプレッシャーかけてるなという印象ですね。ただ、その中で横浜 FC の方がこう前の選手が流動的に動いて攻撃をかけてる印象もあります。全員からゴール、最後は小川航輝、立ち上がり11分のところますので、はい、こうボールから逃げていく遠いサイドの方で待ち構えて、そこにねこうあうんの呼吸でねボールが来ると。もう狙ったプレーですよね。カナダのディフェンダー頭全員超えたところで大外から小川選手狙ってるというかね、素晴らしいゴールですね。長峰のロングスロー、セカンドボールダイレクト打ってきた、ブローダーセンキャッチ、かなり距離がありましたけれども小野原ダイレクト打ってきました。ゴールに向かうボールを蹴り込んでいます。さあ向こう側蹴った、これはサイドネット、松田陸触れないっていうギリギリの高さのところで抜けてくるっていうね、松田選手としては予測しづらいんですけど、こういう合わせに行きましたよね。まだあります、細かいパス交換から長谷川マイナス戻す、そして入ってくる中村拓海、ゴールキーパー白井、ハイセーブ、立ちはだかります。さあセットプレー、左足低いボール、豊田そらして、これは決まった、同点金沢、豊田から最後は庄司ほのや、狙いすまして右足一戦1対1、いや仕掛けてるんですけど、そのこぼれにしっかり庄司選手もね反応して、ここいいところにいましたしね、打ち込むだけっていう状況ですけど、この最初のこの狙いのところですよね、ニアでずらす、豊田選手がね直接打つっていう、もちろんねそういう選手でもあるので、はい、相手ディフェンダーとしてはそこも読みながらの対応になりますんでね。動かしてきました津江源金沢、さあゴール前、寄った前のキー、最後は渡辺一馬のシュートでしたが、ゴールキーパーの白井、武田長いボール背中に当たって白井がキャッチ、ここで長い笛、試合終了、1対1。